本日はこのグランドスーパーカートへご乗車いただき誠にありがとうございます。皆様をこれよりかつて東洋一高いと称された高千穂鉄橋までご案内いたします。途中鉄橋手前の天の岩田駅で一旦停車をして風の確認を行います。風があまりにも強い場合鉄橋を渡れないことがございます。あらかじめご了承ください。なお走行中は大変危険ですので立ち上がらないようお願いいたします。それではグランドスーパーカートの旅をしばしお楽しみください。
風の確認のため一旦停車しております。風の確認は、この鉄橋が完成東洋一高いと称された高千穂鉄橋でございます。長さ352メートル、高さが一番高い中央部で105メートルございます。1972年から運用を開始まして今年で51年経っております。皆様の右手ご覧になりますのが国道218号線の通る雲海橋でございます。あちらの高さもこちら高千穂鉄橋とほぼ同じ高さで100メートルを超えております。しばらくの間停車いたします。停車中は立っていただいて構いませんので、どうぞ皆様立ち上がられて鉄橋から鉄橋を通ってください。後で運行できるのはこのトンネル手前まででございます。これより折り返し運転となります。出発進行お願いいたします。